はい、どうもです。今度フェスが来るのをみんなはご存知だとは思うんですけど、どっちのチームがケチャップ派かマヨネーズ派か、どっちのチームが多いんだろうなって考える人もいると思うので、まあ、自分の YouTube の見てる視聴者さん、コミュニティにコメントしてくれて投票してくれた視聴者さんの割合が出せるので、事前にフェスのね集計をしてみたところ、こうなりました。ちょっとケチャップの方が多いのかな。うん、7000人の投票だから、まあ、今後ねもう圧倒的に差は出てしまうんですけど、うちの視聴者ではケチャップの方が多かったです。まあ、これを参考に投票してはいかがでしょうか。こうやってアンケートを取るのも久しぶりだったから、すごい懐かしかったです。みんな頑張ろう。はい、待ちしました。ナーバリーバトルのアンチョビットゲームズのアンチョビットのナーバリーです。よろしくお願いします。何言ってるかわかりません。自分でももう自分何言ってんだろうって思いつつ喋ってたわ。でちょっとね今日はね、始まる前に考えてたんだけどね、喋ることを一つね、言いたいのが、フェスのチームもう多分みんな決めてると思うんですけど、俺のこの新しいさ、フェスの結果を見てから聞く人もいるかもしれないんですけど、やっぱ多いチーム、人が多いチームにね、やっぱ人が殺到するから、どんどん増えていくんですよ。人間みんなマジョリティって言うじゃないですか。サイレントマジョリティって。滑ったね、これ。ちょっと、自分でも今、まあ、何言ってんだ、本当に。このチャージャーだけでも倒したい。とりあえずこれを、恥ずかしいとこを帳消しにするために、このチャージャーを、潜伏から、出てきたとこを倒す。マジで今、描いてた絵が、思ったようにいった。うわぁ、折れてきた！オッケー。そうで、サイレントマジョリティが何かというと、やっぱ多数派に人が入れるじゃん。フェスとか多い人の方が、多いチームの方がやっぱ人集まるから、なんかマッチングしづらいのね。人が多いと。チームはマッチングするけど、相手チームとマッチングしなくなっちゃうから、だったら俺は少ないチームに入って、これヒッセンと一緒に。オッケー。ナイス。これヒッセンじゃない。少ないチームに入れ、たくさん戦おうかなって。フェス、今回なんかリバイバルで出たけど、もしかしたらこの自粛期間の影響で出してくれたっていう手もあって、そういう説もあって、全然当たんないんですけど。危ない。パブロボ倒した。よかった。今、エイムが良かった。オッケー、あとは嫌いなチャージャーを追い返したい。いいね、帰ったね。もうここボムで、味方のスクイックの結構前行ってたから、もうこれは無視して任せる。あっちは味方に任せて、俺は抜けを見ようかな。うん、行ってないね。言うてもそんな来てないから。怖っ、チャージャー。なんでそんな射程長い武器持ってんの。はいはい、インクアマの強みよ、これ。当ててミニシャイ。出られないならば、俺は塗る。味方か。やられちゃったい。うわ、こっちからも。どっち、こっちから。強い。最後の大活躍により、どうでしょうか。よっと。まず、最後関係ない気がするけど、俺。あ、でももしかしたらやられてたら負けしたかもしれない。